ビーカーに水を 500ml 入れ、容器にスプーン6杯以上の食塩を用意します。水を入れたビーカーに生卵をゆっくりと入れます。生卵が沈み、そこで横になることを確認します。ビーカーに食塩をスプーンで1杯ずつ加え、混ぜながら水に溶かしていき、生卵がどのようになるか観察します。水と生卵が浮いた食塩水をそれぞれビーカーに 500ml ずつ取り、重さを比べます。同じ大きさのアルミサイコロと真鍮サイコロの重さを測ります。